おグッバイで今輝いあくおい、おグッバイ。どうもございます。さて、ただいま居る場所マックじゃん。寝ぼけてんのかまだお前。ぬるっと言ったなお前な。何、まあマックなんですが、今回タックにやってもらいたいことがありまして、マック全品食べ終わるまで他のもの食べちゃいけません。1週間じゃなくて、1週間近くじゃないよこれは。内容は割と細かいんだけど、とりあえず全品食べれるまで他のものは食えません。朝マックも入る？全部入る。全部だセット単品。え、一個一個。おひょマジスーパーサイズミー実費です。実費スーパーサイズミー。体重測りたいと思います。うわー、 68.3 キロです。それでは今日からマックが始まるということで、何を頼んできたかというとですね、サラダです。チキンナゲット、スイートコーン、照り焼きセットですね。確実に太るよね。いただきます。皆さんはどれぐらいかかると思いますか？正直俺1週間かかんない気がするんで、まあかかっても5日ぐらいかな。お風呂に入ってきました。ということで1日目が終わりました。明日朝マックとりあえず行ってめっちゃ食っていきたいと思います。ということで2日目です。ビアフィッシュのセットとダブルチーズバーガーのセットとマックシェイクバイクフルールです。朝マックマンマン。ただいま夜を迎えております。今日紹介するバーガーはこちら、ピアンのヨーロッパラマックマン、エクジェ、チキチェ、パンケーキ。早速食べに行けと思います。はい、こういう風にやっていかないと自分のメンタルが持ちません。ではゆっくり食べます。ごちそうさまでした。明日こそ朝マックに行って、はい、ボーン、やっと朝マックに来ることができました。韓国単品の箸どこで買いました。6時15分、朝マック行ってから何も食べてません。チキンエドスバーガー、エビフィレオセット、チキンフィレオセット、いただきます。人の金で食う飯やるねえか。ポリポリ、あー、高カロリーフィーバー。もうハンバーグなんかったの。アップルパイも買いました。今12時過ぎなんですけど、今から夜ご飯でございます。エビフィレオ、ダブルチーズバーガー、照り焼きバーガーです。味が全部濃いから脳がやられた。ちょっとなんてかかんない。ごちそうさまでした。明日は派遣があるんでめちゃくちゃ買いだめしてきたんです。そのハンバーガー持ってってそれ食べるんで。マック食べたくない。おはようございます。僕的には明日らへんに終わるかなと思ったんですけど、確実に終わんないです。これもう今日派遣なんで紹介だけしてきますね。ブランベーコンチーズとブランベーコン照り焼き。夜ご飯です。グランクラブハウス敷地出口のセット。本当に飲みましょう。4日目プスメシャ。おはようございます。5日目です。敷地ビッグマックセットを食べればハンバーガーのセットはコンプリート。シャカチキです。お前がマックチバディをやっていてかわいそうだなと思ったこと一度もない。僕と中に指輪が入ってますよ。今日の夜も食べたいと思います。なんと僕ですね、13年ぶりぐらいのハッピーセットを食べました。チキンクリームです。ハンバーガー、ハンバーガー、100万か。コーラ、コカ・コーラゼロ、メロンファンタ、ファンタグレープ、モーラスプライト、いただきます。なるでこれ、ね、今までさ、やっぱさ、ドラケットがしてる口がさ安い。何撮ってんだよ。お前、事務所通る。保険なんです。今日は言います。どうすればいいの。こういうので子供をね、うまく今日のマックは終了で。なんか締めの感じで体調悪すぎフィルです。
とうございました。こちらグランクラブハウス、グランベーコンチーズ、グランテリヤキとエスポテです。このポーフィー今日もバイトなんで取れるかわかんないんですが、紹介しておきます。ビッグマックの単品とチューバーガー買ってきました。はい、ということで代わりにマックによってチキンフィレオ、ベーコンレタスバーガー、この2つでなんとバーガーコンプリート。皆さんこれチェックしたんですよ、僕全部を全部潰しちゃったぞこの野郎。なんで家によ、もうこタンメンがあんのに食えねえんだよ。でね、さっき帰ってきたらさ、お母さんがポテトチップス食えねえんだよ。あれは飲み物をね買ってきました。創建美茶レモンティー、クーホットレモンティーでございます。いただきます。乾杯。なんとこのバンズを噛み締めてきたことやら、俺はもう日本人なのにもう米を6日間も食っていない。これどういうことか分かる？日本人じゃなくなっちゃうんだ、動物になっちゃうんだ。ラスト一口しちゃわったぜ。34個ぐらい食ってるんですよ。1日5個ぐらい食ってる。バカじゃねえの。8日目です。デラックスセット、フィレオフィッシュセット、ベーコンエッグセット。デラックスすぎでしょ。うまっ。はい、ということで食べ終わったということで、料理の分を今からスマック買っていきたいと思います。撮影から帰ってきて、風呂入ってベッドに着いたら寝てしまい、今9時ぐらいなんですけど、エッグマフィン、ソーセージマフィン、メガマフィン、チキンクリスプマフィン、ソーセージエッグマフィンです。ではいただきます。食べました。なんだかんだ言って終わったのが1時前です。そりゃそうだよね、ハンバーグ5個なんて普通じゃありえないですからね。明日か明後日には終わる気がする。おはようございます。まあね、ちょっとね、体がね最近だるいんですよ。ビッグブレイクファーストとビッグビーフデラックス、野菜ジュース、オレンジジュース、クロンウーロン茶です。食べ終わりました。もうね、僕の日課は朝、夜になりました。昼がなくなりました。なぜかというとお腹が空かないんです。それでは朝に買ってきたものを全部コンビです。ピンクレスのマフィン、ベーコンエッグマフィン、エッグマフィン、ソーセージマフィン、ソーセージエッグマフィンです。はい、食べていきます。いただきます。くそ、どうも、相馬トランジスタです。新聞エンジョン、ユルプのとこです。どうも、スカイピン。おはようございます。ついに2桁いってしまいました。10日目です。今日で終わらせます。グリルドベーコンエッグセット、グリルドソーセージセット、グリルドソーセージエッグセットで、ただいまの時刻5時51分。すげえ甘い。ホットケーキ好きなんですね。食べたことがないような味です。食べ終わりました。ここで滞在して食べようかなと思ってるんですけど、もうお腹いっぱいなんで、コーヒーとかは家で飲みたいと思います。お重に終わらせます。プレミアロスコーヒー、アイスコーヒー、アップルジュース、アイスカラフェラテ、アイスキャラメルラテ、飲酒しながら全て飲み終わりました。ここでなんと秘宝があります。残りは単品の朝食ったやつ食えば終わりだと思ってたんですけど、なんと1個だけまだ単品で食ってないやつがありました。パンケーキ。もう朝マックやってないんで、もう今日中に終われません。明日派遣なんで、明日朝マックに行ってパンケーキを食べて、今日買った3つは今日夜1個食べて、それか派遣先に3つどっちも持っていきたいと思います。もういい加減して。初めです。危なかったですね。ホットケーキなんですけど、なんと朝マックにもね、ハッピーセットがあると。初めてしました、ハッピーセットです。おもちゃは使いにしました。今日こそマジ終わらせる。はい、全然わかんない。これは今日派遣なんで、昨日買ったハンバーガーも昨日夜1個食べて、残り2つの持ってって食べて、今日夜アイスとか全部終わらしに行きたいと思います。マジで本当に終わらせる。はい、ということで夜です。マッククリームソーダ、コークマッククローダ、マックシェイクチョコレートです。飯じゃないし、もう確実に腹壊すわ。これ残り氷です。ワッフルチョコなんちゃらです。プレーン味です。よいしょ。続いてストロベリーです。本当にまだうまい。なんとまだソフトツイストが残ってくれるよ。よいしょ。
ってことで、あとマックシェイクやチョコまだ飲んでないんで家帰ってもらいます。ストロベリー、あとフローとかね、コーヒーもあったっぽいんで、それ持ち帰って家で飲んで終わらせたいと思います。ということで、もうこれは飲み終わりましたよ。そして残りは、なぜか、なんで僕は最後に牛乳を残してしまったんでしょうか。僕牛乳嫌いなんですけど、最初はね軽く始めたつもりが、このマック生活、まあ1日目からスタートして、こんなの余裕5日で終わると思ったものが、まさか6日7日5日9日10日11日どういうことやねん。俺初めて11日間パン食ってるの。最後はこれ終わってね、体重の方分かってどれぐらい太ったのかを皆さんに見せていきたいと思います。ほんとに牛乳無理。世界一のアノに無料5日間だけ。マジか、マンダもお前何でも、何でよお前、広告にもマックが出てくんだよ。それではもう最後一気にいきたいと思います。はい、終わり。ついに、ついに完結。ではちょっと最後体重の方測っていきたいと思います。え、痩せた。風を聞いて走る。